どうもーちでーす。今日はですね、前回地図を作ったので初のボスを倒しに行きたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。で、今回ですね、この緑色の顔のやつがいるんですけれども、どうやらこれを倒すとこの今冠をかぶっている敵を倒すことができるみたいなんですね。なのでまずこの緑色の方から倒そうと思うんですけど、装備が今着てるものだとちょっと弱いので、まず呪鉄インゴットっていうものを作って装備を作っていきたいと思います。じゃあ早速材料を集めに行きましょう。木の上なんですけど高いんですよねあと相変わらずセミがうるさい。おお、器用だね。この倉庫はタワーアップしてかまどとチェストを増やしました。で、あとベッドなんですけど、前回ですね、ここ2段式のベッドだったと思うんですけど、それだとですね、エリリンが上に寝てたんですけど死んじゃったんですね。なんか挟まれて圧迫死しちゃったので、今回ですね、この2階を作りました。これだったら今後はですね、寝て起きた時に死ぬこともないのかなと思います。まずは生きた根っこを取りに行きます。まあどこでもいいんですけど、どこか洞窟があればそこから入って取っていきたいと思います。あったあったあった、ここだ、ここでいいや。はい、じゃあまずは生きている根を取りたいと思います。これかな、あ、これ違う、あ、これすごい大量に棒ができる。あ、ここちょっとないかも、浅い、終わっちゃった。お、見つけた、2つ目。もうすでにゾンビの声がする。あー、いるね。お、なんだ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 、知らない敵が出てきた何これ、なんだこれ、なんだこの敵、しかも1匹じゃない、大量にいる。なんだ、あ、危ない、しかもそんなに強くない。あ、これか、見つけた、これだ、これが生きている根だね。結構いっぱいあるね。はい、じゃあ材料取ってきたので、呪鉄インゴットっていうやつを作りたいと思います。まず生きている根と金塊と鉄インゴットで呪鉄の元っていうのを作ります。で、金塊にするのに、これこの間金インゴットは結構取れたので、これをですね、金塊にまず変えて、で、これですね、生きている根と金塊と、あと鉄インゴットが必要なんですけど、これは結構集めてきてたので、これですね、呪鉄の元っていうのができます。作れるだけ作っちゃいましょう。この呪鉄の元を焼くと呪鉄になるみたいなので、かまどで燃やします。呪鉄の元1個で呪鉄インゴットが2つできるんだね。全部呪鉄インゴットになるの待ちます。結構大量にできたね。全部で呪鉄インゴットが52個できました。で、次はこの呪鉄インゴットを使って装備を作ります。で、今回なんで呪鉄インゴットで装備を作るかっていうと、なんか呪鉄インゴットで作った装備は防御力が高かったり、あとエンチャント効果がついてたりするみたいなんですよね。なので今回はこの呪鉄インゴットを作りました。まずは装備類だよね、装備品から作ります。わ、すごい水中採掘とかついてるへえ、最初からこうやってエンチャント効果が得られてるやつができるんだね。あ、これ全部一緒なんだ、水中採掘だけだ。よし、じゃあ他も作ってみよう。お、落下耐性1、ダメージ軽減1。あ、ダメージ軽減1。まあ、すごい強いっていうわけではないんだけど、全部エンチャントがつくんだね。これエンチャントしたやつあげる。おー、こんな感じだ。通常のエンチャントした鉄インゴットの装備ともまたちょっと違うんだね。かっこいいね。あと、もう材料がなくなってきちゃったから、剣を作ります。お、
ノックバック1の攻撃力プラス6だ。これを2人分、はい、これあげる。呪鉄インゴットで作った剣なんか若干こう緑が入っててかっこいい。うん、いいね、やる気満々だね。やる気満々じゃんもうゴリゴリに倒しに行くよっていう感じだね。よし、じゃあ行こっか。死んじゃったらここに戻ってきちゃうからベッド持ってこう。あと回復か。回復はね、今ね、キノコシチューしかないんだよね。あと腐った肉もあるけど、今回はキノコシチューで行こう。よし、じゃあ行こうか、戦いに。そういえば、そうだそうだ、コメントでですね、アドバイスいただきました。ここの下にですね、なんかどうやら稀に宝箱があるみたいなんですよ。ちょっとここ見てみます。あー、今回はハズレっぽい。土の下にあるのかな。お、おー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 、敵がめっちゃいる。ちょっと待って、敵がいっぱいいる。もったいないな。これちょっと装備外しとこう。普通の装備にしとく。敵がいっぱいいる。早い、すばしっこいこいつら。なんか焦ってるけど なんか焦ってる。なんだこのなんか冷や汗かいてる。そう、今のね、敵なんか金塊落としてくれるんだよね。あ、これか、これだ。あー、まあまあまあ、焼き魚とベークドポテトと金のリンゴ。金のリンゴ嬉しいね。これちょっと今じゃなくて今度チェストの中身は取りに行こうと思います。とりあえずまずはボス戦行こう。で、場所なんだけど、あ、もうこのすぐ先だね。あ、これ?これだ。なんかね、この模様が蛇なんだって。この頭があって、体がこううね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 してるんだけど、蛇がイメージになってるらしい。これどっから入るんだ?この中に多分いるはずなんだよね。あそこにあるのなんだろう?これどうやって入るんだ?とか特に。おお、なんか出てきた!なんか出てきた!うお、なんだなんだなんだ、なんか出てなんか出てきたよ。ってことはこのままもう壊して入っちゃっていいのかな。壊そう。なんか大蛇みたいなのがいる。大蛇、蛇みたいなのがいる。あ、だからこれ蛇のイメージなんだ。ちょっとツルハシ、ツルハシ、ツルハシで壊そう。よし、行くよ、行こう。いた。あれ、エンダーマンもいる。これだ、ボス。でかいでかいでかい。あれあれ、全然倒せないけど、顔狙わなきゃダメなのかな。これはやばい頭だ、頭狙わなきゃダメだ。多分体狙っても攻撃食らわない。頭だ、頭、頭。よいしょ、頭狙ってちょっと一回外に出よう。回復する。あ、そうだ、あとベッドで寝といた方が良かったんだね。こうしておけば死んでもここで復活できるからね。もうだいぶ半分は半分やった。よいしょ、おお、危ない危ない。あと1回やった、倒した。あ、危なかった。倒した倒したこれなんだろう。あ、こういうのがもらえるんだ。なんか
これ実績解除できる。エリリンも、はい、どうぞ。なんかバッチみたいだったけど、つけると頭になるんだね。よし、とりあえず第一目標のナーガは倒すことができた。で、次はナーガを倒したら王冠のやつが倒せるのかな。頭に冠がついてるやつ。別になんかこの緑色の敵を倒したからってここに罰とかつくわけではないんだね。あとなんだっけ、あー、あったあった、実績。そうそう、これ実績も解除されるみたい。あ、ナーガアーマー、ナーガでできた装備っていうのもあるんだ。これ来たら強そうだね。はい、というわけでですね、今回はこちらナーガを倒すことができました。次回はですね、王冠の敵を倒すことができるのかな、それともナーガを全部倒してからじゃなきゃダメなのかな、まあ、ちょっとわからないんですけれども、まずは次回王冠の方を目指していってみたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、チーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで。バイバーイ。